36分になりました、はい、いろいろと皆さんからメール、ファックス、お電話いただいておりますが、はい、先ほどの脳トレの感想ですね、うんうん、あ、そうですか。ラジオネーム、リュウパパさん、はい、千葉県市原市の40歳トラックドライバーの方です、はい、カエルの問題でしたね、最後の問題が、うんうん、あの大人か子供か、オス、メス、オス、メス、メス、はい、大人でしょうか、子供でしょうかという、はいはい、カエルの問題が終わったらすぐ CM に入りましたよね、うん、非常に心配になりました。何がですか。昔テレビの放送中に失敗があると、はい、しばらくお待ちくださいと書かれた、うん、鳥の絵が出ていたのをなぜか思い出しました。なんでですか。皆さんがいるから歌えるんですよ。
先生がスポットを当てて、お母さんが不注意でそのいろりにその畑仕事してる時に野口英世がそのいろりに転がっちゃって、右手か左手がちょっとくっついちゃったんですね、はい、でそれをお母さんが不憫に思ってお金もないんで、もう働いて働いて、でどんなことがあっても私はあなたを待ってるよっていう思いを綴った歌で、もう本当は母と子の愛を綴った歌なんですけど、石川さんは日本にいて、はい、だから遠い外国で研究している遠くにいる息子のことを思っているという歌で、字を書けないのにもう帰ってきてくだされ、帰ってきてくだされ、会いたい会いたいって、なんかそういうお手紙を書かれて、当時はそういう思いで歌ってたんですけど、あ、そうか、人を思う愛、何があっても愛して答えが来なくても届かなくても私は愛し続けるっていうところが、その勘三郎さんとか森光子さんにもその不自然じゃなかったのかなって今は思ってます。はい、国立の安彦さんは、はい、恥ずかしながら子供の前で初めて涙を流してしまいました。あ、そうですか。これ見ていた皆さんに愛は届いたと思います。ありがとうございます。そして終わったらみんながね、愛届いたっていうねメールくれて嬉しかったです。天国にいる皆さんに真子さんきっと届いたと思いますよ。ありがとうございます。そうでした。もう一番本当はもううちの母おかんに思ったんですけど、みんなに届いてよかったです。はい、はい、それではお送りしましょう。真子さんの歌で、はい、愛届きますか。